えーっとあれうまくいってんのかなこれあれ始まってないのかこれ。 これでいってるかな毎回こう配信をやろうとするとミスります。はい、すいません。えー、っとですね。なんか毎回少しずつね、うまくいってるようないってないようなよくわかんない配信なんですが、今もね、ちょっと配信を始めようとしたら、えー、っと、なんかあの、今スマホで配信やってるんですけども、スマホの方、あの、 予約はパソコンの方で予約取って、で、スマホで配信を始めようとしたら、どこにも配信のメニューが出てこなくて、ちょっとェアうろうろしてたら、やっとこう映るようになりました。はい。<laughs> まあ、よくわからないんで、まだ、まだまだテストが続きますという感じですかね。一応、これで、あれ追いついた感じかな。はい。 ということで、えー、っと、生配信4回目、いまだ実験中です。はい。が、えー、っとですね、えー、コメントの方へ、えー、頑張っておきます。はい。えっと、くまモンボンバー、名前だけ知ってるけど初めて。あれ、くまモンボンバーってあれだっけあの、マッチスリーパズルだっけうん。 はい。えー、っと、まあ、3DS は全部持ってるけども、ちょっといろいろ記憶を、記憶を失いつつある部分もあるんで、まあ、ちょっと、あの、ちょっと最近、あの、プレイ動画っていうか、あの、パッケージ紹介動画がちょっと今、滞ってるんですけど、少しずつまた再開していこうかと思ってます。はい。で、あれこれどうやるんだ えっと、今日の配信を何やろうかというと、まあ、またグッズをいろいろね、グッズっていうか、サイトの方でニュースをいろいろ見つけたので、今回また見ていこうかと思いますが、前回もね、ここにいろいろというか、あの、本当はタブレットをね、に画面映してこう映そうとしたんだけども、なんかタブレットが調子悪くて、中古で買ったからかな。<laughs> 調子悪くて、モニターが、あの、モニターじゃないや。 なんかしないけど、ハードディスクパンパンで全然サイトがうまく見れなくて、ちょっとちょやめました。はい。で、ちょっと今日、今回に、ね、扱おうと思ってるのが、まず、ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムね。えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、11、十一月じゃないや、5月の12日に発売になるんですけども、なんかいろいろとこう、プロモーションの展開がこう、ぐるぐる回ってるというか、いろいろあるみたいで、なんか今回、あの、いろいろ調べてみたら、あの、宝島さんの方から、えっ、ー、と、 ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム、ハートの器、インテリア・ライトえ・ブック、スペシャルパッケージっていうか、まあ、スペシャルパッケージでいいのか、えっ、ー、と、ハートの器、インテリア・ライト・ブックっていうのが出てて、なんか、この数年、宝島さんっていうと、なんか、こう、本の、本屋流通になを流すように、あの、 本屋流通に流すように、本の定裁を取りながら、ほとんどグッズが入っているような商品群っていうのをいろいろやってて、以前、あの、プレイステーション、初代プレイステーション本体の形をした、こう、入れ物みたいなね、ケースみたいなのを、確か、あの、本の形で売ってたと思うんですけど、まあ、それ以外にもいろいろゲーム関係のグッズ売ってるんですけど、今回は、えっと、インテリアライトということで、まあ、こういうのってどのぐらい、こう、ね、あの、 欲しい人がいるのか。まあ、例えばほら、ゼルダの伝説でも、例えばキャラクターとかビジュアルを模した、こうね、えっ、ー、と、まあ、あなんだろうな、イラスト系のものの、もう、こう、貼り付けたグッズとかだったら、こう、欲しい人がいるとか、まあ、あ例えばハンカチとかタオルとかね、ああいう、そう、ああいう系統だったらまだ欲しがるってのはわかるんだけど、この、インテリアライトってもう完全にこうね、まあ、あ 見る人が見ればわかるけど、見る人じゃなき人が見たら、こう <laughs>、これ何のグッズなのってなるのがね、あるんですけど、それが今回、えっ、ー、と、宝島さんの方から、えっ、ー、と、販売されます。というか、5月8日発売なんですよね。だからもう発売しちゃってるんですけども、で、えっ、ー、と、これ、 宝島さんのところにあるサイトを見ると、一応スペシャルパッケージってやつはまだカートに入れるって言って、まあ商品在庫があるんだけど、通常版ね、あの各通、集、充通に流れてるやつかな、そっちの方はどうも宝島さんのところからじゃ買えないようでね、もうカート、売り切れになってるんで、まあ、まあ、人気があるのか数が少ないのかよくわかんないんだけど、まあいろいろこうね、いずれにしても ちょっとゼルダン伝説盛り上がり始めてるなというところです。で、あともう一個ね、えっと、ローソンさんの方のサイト見たら、えっと、ゼルダン伝説の、えっと、一応企画がいろいろあるみたいで、えっとですね、まあちょっともうここサイト見て見ながら話してるんですけど、<laughs> えっと、ま、ローソンアプリクジジャンボとか、 あとあの対象商品を3点お菓子を3点購入するとクリアファイルプレゼントとか対象のドリンクを1本購入するとマルチクロスプレゼントとかあとオリジナルフードドリンクなんてものもあったりあとは、ま、あのローソンの方で、まあ、ロッピーですかねあそこで買うと HMV と連動してますけどもあのいろいろとグッズがつくよみたいなのがあったりとか。 あと、一番くじ。これ5月9日、今日からですね。始まっていたり。えっ、ー、と、あと、ローソン先行販売、グミ、キャンディーとかね。で、ハートの器、インテリアライトブック、スペシャルパッケージ。はここでローソンでも扱ってるみたいですね。で、あと、マイニンテンドーアプリで、なんか、こう。 GPS チェックインってやつやったりして、まあ、要はあのローソンとニンテンドーが組んでちょっとこう盛り上げるようなイベントをされているようです。こっちの方はね、キャンペーン期間が2023年5月9日の7時、えー、今日の7時か。 から5月22日という、または景品がなくなり次第終了ということなんですけども、まあいろいろグッズ展開なり何な,なりね、こう、割とアクセスしやすいようなところでいろいろやってるんで、まあ本気なのかなっていうのと、がありました。はい。で、まあ僕もね、ちょっと任天堂とローソンのね、関わりっていうと、実を言うと、ずいぶん昔からあるんですよね。あの、まあ、 もともとね、今、今のロッピーの機械にはもうさすがにスーァミの差し口とかないと思うんですけど、ゲームボーイとかの差し口ないと思うんですけども、昔ね、あの、スーパーハミコンの後期の方で、ニンテンドーパワーっていうサービスがあった時に、あの、ロッピーの筐体はもうあったんですけども、あそこのロッピーに、あの、空の、なんだ、えっ、ー、と、メモリーカートリッジを、 してこう注文するとここにメモリがどんだけ入るからまあどれを入れられるよみたいなメニューでこう選んで,でその伝票とカセットを持ってレジに持ち込むとあの書き換えができるっていうねサービスまあスーハミとゲームボーイでやっててまあそのぐらいの頃にもうロ,ローソンとニンテンドーの連動ってあったからまあそういう関係がずっとこうあるからこそまあローソンでこういう。 で大掛かかりりななキャンンペーンをできているのかなというとうころがありますだからこう多分いろいろとこうイベントごとみたいなのをこうんだろうなあのキャラクターゲームグッズゲームキャラクターとこうねあのコンビニなりお店なりのこのコラボみたいなのを考える時にそういうメーカーさんがいつ何をやってたかってところを見るとこうと。 早めにこういうね、こう察知できるようなこともできるのかなという風に思いました、まあ。ちなみに、あの、僕はあれですよ。任天堂64は、えっ、ー、と、ローソンで買いました。<laughs> はい。あと、あれですね。ポケモンのあの、青とかね、のやつの、あの、コロコロコミックの1000倍の後の後期ぐらいの時のバージョンはロッピーだった、で予約だったんじゃないかな。 ロッピーで予約だったからローソンで引き換えだったか忘れたけどなんかね結構そ,ういうそんな感じで90年代から結構任天堂とローソンのなんかこう連動っていうのあるんでまあ多分その延長線上に今回「ゼルダの伝説」「ティアーズ・オブザ・ザ・サーザ・キングダム」のねこうなんか比較が、まあ、あるのかなというふうにちょっとふとしみじみと思いましたはいのでねえー、まあ個人的にね なんか昔に比べると、っていうか、まあ、正直言うと、Tears of the Kingdom のキャラクターとかビジュアルってあんまりグッズ向きじゃないと思ってるんですよ。例えばほら、マリオとかカービィとか、まあリンクにしても、あのー、なんだっけ、あのー、なんだっけ、<laughs> えっと、名前が出てこないけど、あのー、ゲームキューブの時のね、 リンクだああいうちょっとトゥーンシェードリンクみたいなねああいうのっ,て言ったらキャラクタービジュアルとしてこうねなんか展開しやすいしあのスイッチでリメイクされた夢を見る島のねリンクみたいなああいうビジュアルだったらまだキャラクターとしてこういろいろやりやすいんだけども <laughs> ティアーズ・オブ・ザ・キングダムのねあのリンクのビジュアルっていうのはちょっと <laughs> こう何な,なんだろうグッズ展開とか まあなんだ、大人向けにね、フィギュアとか展開しやすいかもしれないけど、あんまりこう、なんか、こう、キャラクターとしてのなんか扱いってやりにくそうだなっていろいろとグッズを見ながら思いました。まあイラスト、綺麗なイラストとか、綺麗な背景の絵とかになるから、まあ大人向けのグッズはやりやすいし、まあゲーム内容的にも多分、 多分これセロ b だと思うんでまあ12歳以上って考えるとまあ妥当かなってところはあるんですけどもただ大型のこう展開で子供向けにってやろうとするとなかなか無理があるのがゼルダの伝説あっというかこのティアーズオブ t キングダムなのかなというふうにちょっと思いましたはいまあまあそんな感じですかね このローソンに関してはそんな感じに思いました。はい。で、今、あの、えっ、ー、と、僕のこのチャンネルでプレイ動画、えっ、ー、と、毎日20時から、あの、約1時間でこう切っていろいろやってるんですけども、今日あたりから、ちょっとあの、ファミコンのイースをアップしていく予定です。ちょっといつクリアになるかわかんないけど。はい。だからちょっとね、イースをこう、 アップするにあたり思ったのが、ゼルダも初代ゼルダやってもいいのかなって思ったんだけど、まあでも多分もうゼル、初代ゼルダ僕も昔、大昔プレイしたし、まあ、もっと言うと、やたらとまあいろんな人がやってるから、もう、もう、すれてる、すれてるタイトルなのかなプレイ動画的にはすれてるのかなと思って、ちょっとそこは心配してるの。 とあとちょっと、ね、今ディスクシステムの修理をしなきゃっていう2ヶ月ぐらい修理できてないんでねちょっとそこを今今ちょっと頑張って修理しようかなと思っているところだったりしますまあほはねディスクシステム向けのゲームのタイトルもプレイ動画的にちょっとやっていきたいなと思ってるんだけどちょっといろいろとなんかなかなか修理をする機会がないんでねちょっと今難儀していますあのー バン,あのバンドね必ずあのディスクシステムっいう修理する時にあのゴ,ムゴムのバンドが切れてて、まあ、黒いねバンドが切れててそれをこうまあどうにかしないといけないんで一応なんだっけあのモビロンバンドっていうのはあの昔ね あの購入しててそれをこうまあ自分で開けてそこのベルトさえ変えればいいんだけどベルト変えるだけじゃなくてこの読み取り部分とかの位置の設定とかが結構めんどくさくてで大昔にね一回成功修理成功してたんだけどつい最近ねこう起動したら動かないということになっててちょっとそこら辺を今あそうだこれそういえばこれツイートすんの忘れてたな。<laughs> ちょっと今ツイートしても人来るのかなえー、っとまあとりあえず宣伝とか何もしないただツイートだけしとこう <laughs> はい <laughs> まあいいやテストなんで ということで、ね、ちょっとまた修理ができたらちょっといろいろとディスクシステムのゲームもちょっとプレイ動画をやっていこうかなと思っていますはいなんかこんなのねいっぱいパンパンに入ってるんだけどね <laughs> 多分1本しか使わないんだけどでで次なんですけどもなんか6万 系の展開がいあったみたみでちょっと調べてたらっていうかそもそもねロックマンエグゼが先月4月の14日に販売されて今プレイ動画も実はえー、っとアップしてるんだけどもまあ正直もう1ヶ月ぐらい経つしもともとゲームボーイアドバンス出てるものから内容変わってないやつだしで4月にゲーマーさんの方のあの えっと、連載の方で扱うのに10時間プレイしたやつのを今アップしてるんですけども、そもそもがほら、ゲームって普通10時間プレイっていうと、1本のゲームをこう長々とね、10時間やるから、まあそれをこう見ていると進んでる感があるんだけど、6万エグゼのあのコレクションは、あの、 えと10本ね10タイトル入ってるからそれを全部見せようとしたら 1, 1時間ぐらいグずつ,つに切れてるからプレイから1時間だからあんま進んでないのをこう10個並べてねあの配信するようにしてるからちょっとあんまりねこうあんまり需要がないのかなってところだったりはするんですけどまあちょっとあとえっ、ー、と6の2本はえっ、ー、と 今後アップする予定なんですが、ちょっとイース終わってからにしようかなと思ってます。はい。で、まあ、それはいいんですけども、えっ、ー、と、六万エグゼが、なんか、あの、サイトを見たら、全世界販売100万本突破ってなってるんですよね。で、これが2023年4月27日時点の、えー、ボリューム版とボリューム2合算の販売本数ですということで、ダウンロード版販売実績を含むってなってるんで、まあ、 普通に考えると、ボリューム1とボリューム2の合算でダウンロード含むって言っても、ボリューム1、ボリューム2って言ってるのは、あの、ダウンロード版なんで、あの、ま、あその合算と多分パッケージ版、ま、のやつも含めての合算、ま、あもっと言うと、スイッチと PS4 で出てて、で、しかも、その、なんだ、パッケージ版が出てる以外にダウンロード版がそれぞれで出て,てるから、多分そういうの,の合算なんで、ま、あぜ、 あの、ポケモンのね、あの、スカーレット、バイオレット合算してみたいなのもう少し色々なものを合算してるっていう捉え方は正しいんだと思うんですけど、まあ、か、かつ、まあ、世界なので、日本国内だとそんなに数は少な、多くないんだと思うんですけど、まあ、とりあえずね、こういう復刻的なタイトルが100万本いってるっていうのは、まあ、すごいことなのかなというところなんですが、まあ、それはちょっと前置きとして、で、今なんかね、ろ、あの、 マルイのねイベントで、えっとえー、2023年5月13日から、えー、っと5月22日に、えー、っと横浜かなマルイシティ横浜でロックマンポップアップショップ・イン・マルイっていうのがなんか開催されるみたいですね。 で、ま、いろいろとね、グッズが紹介、紹介って多分これ全国、丸いがな、そう、全国にどのぐらいあるかわかんないんだけど、まあな、何店舗かで多分連動してこう順番にやっていくようなイベントだと思われるんですけども、まあ、それでグッズ見てたらね、結構、結構いい値段するんですよね、グッズ関係が。まあ、まあ、コストかかってるんだろうから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんだろうけども。なんかね、いや、びっくりしたんですよ。 あの以前ね僕はあの、まあ、ゲームのゲーム系の T シャツ結構着ることがあって以前は結構あの東京ゲームショウとか行くと、まあ、いろんなねあの、まあ、何年か前から物販は物販コーナーが、ね、結構幅広く展開されていてその中でこう各グッズ、まあ、各社のグッズの中でもう T シャツっていうのは結構あったんですよ。まあ、昔は、ね、ちょっと メーカーカさんんに許諾をを受けけたたところが t シャツを作ったんだけど最近はこうカプコンならカプコン、まあ、セガならセガのこう公式ショップの中で T シャツが展開されてまあ、それをどこが作ってどこが本当の発売元かわかんないけど一応セガなりカプコンなりがまあオフィシャルで作って売ってるっていう体裁を取ってるんでで,でまあ、カプコンなんかだと e カプコンってネットの方にこう あのショップがあってまあそこでも買ったりできたんだけどなんか今回ねグッズ <laughs> あのこの店頭で売ってるグッズ見たらね結構いい値段しててねあのー、いやーまああれまあでもまあ まあ、あ、ちょっと勘違いしたな。こっち、じゃなかったな <laughs>。ちょっと、後の話をちょっと先行してしちゃった。えっと、これ、まあ、とりあえずね、丸いはね、あの、あの、ちょっと5月13日か22日なんですけども、ちょっとこっちはこっちでグッズがいろいろ出てるんだけど、こっちのグッズはあれか、T シャツはそんな高くなかったか。えっと、結構、あ、こっちは T シャツはそんな高くないんだ。 3,300円だけど、ただデザイン的にちょっと寂しいやつが3,300円で、これはこれでちょっと高い感じがするんだけど、ちょっと,ちょっと今のはね、あの、半分なし。<laughs> はい。もう一個ね、あの、今回調べてたのがこれだ。えっ、ー、と、アニメイト。アニメイトさんの方で6万35周年のアニメイトオンリーショップっていうのが、こっちだ、こっちこっち。えっ、ー、と、5月の8日に発表されてて、で、これがオンリーショップ。 えっと、秋葉原店25.6階で、えっと、開催時期が、えっと、2023年7月1日から7月17日。こっちだいぶ、あとだ。発表されたばっかなんだけど、開催は、えっと、7月ですね。こっちだ。こっちのオンリーショップでね、いろいろ展開があるんですけども、ここのね、グッズですごい驚いたのがあったんですよ。あの、T シャツがね、こっちのネタでした、T シャツ。はい。あのー、 ロックマンのパッケージのデザインが胸元についてる T シャツっていうのが、ロックマン1からロックマン4までね、発売されるんですけども、これが、あの、価格がねあ、まあ、ブラック、黒の T シャツでパッケージが貼っ,っつけてあるだけ、パッケージの絵柄が貼っ付けてあるだけなんですけど、これが、あの、税込み6600円なんですよ。で、以前のね、そのカプコンさんのショップとかで買った時にの T シャツって、だいたいまあ、4000円ぐらいが、 あの相場かな相場間でまあ安いものだと、まあ、ちょっとあのワンポイントの対してこうデザインされてないものだと3,000円とかがあったりとか結構こう派手派手になってると4,000円超えたりとかなんかそういう感じだったんだけどもまあだからこれは物価が売んんじゃないんだよね本当にだって T シャツでこう パッケージのデザインが印刷されてるだけだから多分デザイン的なところにも全然コストかかってないしでそのねまあうん物価なのか、うん、っていうかちょ,ちょっとあの 多く撮ってる感があるんですけど、でも逆に言うと、何だろう、こういろいろデザインしてる T シャツよりもパッケージバーンってあった方が、まあロックマンってわかりやすいから、ファンとしては欲しいのかなっていうね。どっちなのかね、これね。あの、個人的には、あの、個人的には、その、ロックマンが使われてるのはいいんだけども、まんまデザインよりはちょっとこう、 もう少しこう一般の服に馴染むような感じの中にちゃんとロックマンがいるみたいなね隠しミッキーまではいかないんだけどあのそれなりにこうねネタ T シャツであってもなんかちょっとこのゲームまんま色を薄めるようなねあの方が着やすいしデザインされてて値段高くてもいいかなってところに行くかと思ったんだけどちょっとこのパッケージがねまんまあって6600円っていうのはまあ税込みなんで6000円なんですけどもあの 抜きだとねちょっとこれがあの個人的にうんって思うところでしたでもあれかキャップもあってあキャップも5500円だからうーんなんだろう相場が今 T シャツこんななのかなそんなことないよね T シャツの相場がそこまで値段上がってるとは思わないけど、まあ、ロックマンだから高いのかな まあでもねこの,あのアニメーションの、ね、グッズいろいろ出てるやつ見るとねあのー、結構ね高精細イラストとかね結構高額商品2万円する高額商品がね 結構並んでたりするんでまあそういうのに比べるとちょっとあの T シャツも6,600円でもちょっと割安に見えるのかなっていうところはまあ若干ないこともなかったりします。はいまあ、とにかくねちょっとロックマンが丸いの方で展開があってその後アニメートの方でね展開があってとまあこれはロックマン35周年の展開がこうぐるりともしかしたら今後もね まあいろいろとやってくるのかなということを考えるとちょっとロックマンファン的にはまあいい年になるのかなというところです。まあ新作がね <laughs> 生実かロックマンもロックマン11かな ?11 がスイッチ,でスイッチと PS4 で新作が出た後あんま話が聞こえてこないんで、まあ、そのあとが続くのか。 まあ少なくともコレクションとしてはスイッチ PS4 で1から6でボリューム1で7から10でボリューム2かな。でこれガッチャンコしたやつがパッケージ化されたりとかいろいろ展開があったんですけどもで11がパッケージ化されてんだけど12がねあるのかどうか。まぁ、あ、ちょっとロックマン系もねエグゼも久しぶりすぎたしね。 でちょっとそのロックマンのちょっとフォルテとかえっとゼロとか X とかその辺も一通り多分あのリメイクリメイクじゃないかコレクション系タイトルで一通りもう出してるんで多分次は新規のものに行くしかないと思うんでねちょっとその辺をこう そういえばダッシュの3ってそろそろないのかねもうないのかなまあダッシュはね一応12で3が 3DS のね初期の頃に出す出さないやってこう最終的にしぼんじゃったんですけどまあまあそういうのもね含めてちょっとあとねロックマンエグゼやったから次流星のロックマンどうするんかとかねいろいろあるとは思うんだけどちょっとロックマンねあの何かしらの展開をこうまあ待ってると何かいいことありそうな気もしないこともないですはい。 まあ少なくともね、ここのアニメイトのショップを見ると、ロックマンのグッズの展開の中に一応銃声のロックマンもちらりと入ってたりするので、まあまあないこともないのかな。まあとにかく35周年ね、ちょっとこの後ね、エグゼで終わらないと思うんで、ね、何があるのかちょっと楽しみにしましょう。はい。で、えっ、ー、と、先日ね、えっ、ー、と、 生配信実験やってるときに、えー、っと、シューティング KG007 の復刻みたいなやつが、こう、えー、っと、きびだんごっていう、えー、っと、えー、クラウドファンディング、クラウドファンディングのところで、まあ、展開されてて、これう、うまくいくのかなみたいな話をしてたら、今ね、見たところ、えー、っと、4月の29日にね、もう達成してましたね、プロジェクトの。達成なので多分、これは復刻は、 するんだと思うんですけども、まあ、とりあえずね900今900万超えてるので、まあ、850万で設定してて900万超えてるのでまあちょっといろいろ展開があるだろうと。でこれ多分復刻して復刻でこうあのまあ余ったというか余分にこういろいろ出た場合にはそっちがあのクーリー・スカンクのねスーイン版の復刻の方にこう行くみたいなんで。 まあ一応ね前回の復習でえスペシャル特典としてねこのこのプロジェクトが終了を迎えたらいよいよスーパーファミコンの幻のソフトクーリースカンクの復刻プロジェクトに進みたいと思っていますえその際に特別ラベルもしくは特別色カセットにアップグレードできるチケットをプレゼントラベルは数種類用意するつもりでおりますであるんでまあ要はまあクーリースカンクっていうのはあのスーファミの時にはえっと 発売予定になってて、で、サテラビューだ。前回思い出せなかったサテラビューの、で、体験版が配信されてたみたいなんだけども、発売中止になって、まあ多分実質的な問題とかね。あの、で、その後、プレイステーション版として復活して、で、まあ多分ゲーム内容は違うんだけど、 プレイステーション版は普通に発売されて、まあ、若干プレミアついてるよって話はしたんですよ。で、その後、それはもう、あの、8時からのね、生配信の方で、生配信じゃないや、<laughs> あの、プレイ動画のね、録画配信の方で、えっ、ー、と、一応、プレイクリアまでやったんですけども、まあ,あれじゃなくて、その、元となってる、まあ発売中止になって、多分完成、当時してなかったのか、完成してたかわかんないんだけど、そのスーハミ版が、 を復刻するっていうプロジェクトの方にまあ展開が一ってでこのシュ,ーティングシューティングゲーム KG007 のこの多分お金をこうねえっ、ー、といろいろとやった人の中でそのレッドブラックスケルトンの3点セット1万5,000円かまたそれ以上支援した方にこうラベルをアップアップアップデートアップグレードできるというまあそういうやつがついてると。 逆に言うとあのここにねいろいろとこうチェックしてると多分本当にクーリス・カンクがあの実現ちゃんとするのかなというところなんであの僕自身はその復刻こういうなんだろうスーパーファミコンとかファミコンとかのまあ、コレクターではあるんだけどいちいちそのなんだろうこうこ昔発売したタイトルじゃなくて今からこう出るようないわゆる極っ あの公認、非公式、公式じゃなくて非公式ものの販売に関してはあんまり興味ないんだけども、多分こういうの興味ある人はいると思うんで、そういう人はね、こう,こういうところをもう少しこう、チェックしてね、多分チェックされてる人も多いと思うんで、まあそこ,こをチェックして、あの、まあ多分、買われるんでしょうね、皆さん。<laughs> はい。まあただ、買った後、プレイまでがね、あの、プレイするまでがね、ゲームなんで、<laughs> あの、いや、結構、 皆さん、プレイしてるのかね、買ってるだけなのかよくわかんないんだよね。あの、皆さんコレク、コレクター系動画っていうのが、まあ、あるのかわかんないけど、僕は一応、ゲームコレクターって名乗りつつ、一応、できるだけ、その、 プレイしてるものもちょっと動画としては作ってやっていきたいなと思ってるけど結構皆さん福袋動画とかやってる人たちのあの膨大にこれ買ったあれ買ったっていうのに比べると多分プレイ動画ってところにこうね流れる可能性ってのは少なかったりするのかなと思うんですけどもまあこういうのもねあの是非買った人はねそれでプレイ動画なんかやっていただければいいのかなっていう感じがしますうん まあまあ、あの、あんまり言ってると愚痴になっちゃうんで、はい、そんな感じです。はい。で、あと、なんだこれ。えっ、ー、と、調べてとこのサイトで、えっ、ー、と、4割の人が経験しているゲームプレイ中の誤,動誤作動、任天堂が教える対処方法が分かりやすいっていうサイトが、 あ最初はこれがニュースが5月4日にアップされてたんですけどまあその内容はどうでもいいんですけど <laughs> あんまりここの内容に関係してるかどうかわかんないんですけどあのー、僕もね任天堂のゲームを長くプレイはしてるんですけどコントローラーが壊れたって事例があんまりなくてまああのー 長い時間使ってるから最近もプレイしててファミコンの場合まあ今あのえー、っとビデオ端子につなぐ方のねニューファミコンの方を使ってるんですけど結構ボタンのね十字ボタンがちょっと下手ってるというかなんかこう下押してるけど下押してる下に行ってないんじゃないかってちょっと引っかかりを感じるようにはなってるんだけどまあそれは長い時間プレイしてるからしょうがないんだけどいわゆる新規に買ってすぐ壊れるみたいなっていうのはあんまり こう経験してなかったけどあのスイッチのねジョイコンのアナログ部分がねやっぱりダメなんですよね <laughs> 結構買ってすぐからこうなんかこうあのプーツーっとカーソルが動いちゃうみたいなね現象が起きててでまあ多分でもまあそうはいってももう2017年に買ってるもんだからまあ で2017年に買って2017年の時期にもうすでにそういう状況になってたんでまあ正直あの携帯モードで遊ぶ時にはコントローラーが誤作動することを前提で遊んでたりするんですよ、まあ、どのぐらいひどいかっていうとあのゲームを始めるホーム画面でカーソルをあの動かしてゲームを始めようとしてボタンを押した瞬間にカーソルが下に動いてあの ニンテンドースイッチオンラインのあの、注文購入画面に行っちゃうっていうね、そういうパターンとかね。まあ、あの、e ショップ行っちゃうとか、なんかそういうパターンが結構、あの、あるんですけど。で、まあ、あのー、ニンテンドーのコントローラーとしては、あの、初経験なんですけどもね。うん。他のね、ゲーム機だと結構ある、あったんですよ。壊れるっていうか、あの、 変な動きするっていうのは、まあ、変な動きっていうよりは壊れるかな。あのー、そうだなプレイステーション3のね、<laughs> あの、まあ、4も、4かな、4、あのー、プレステのコントローラーって LR が2個あるじゃないですか、2個ずつあるじゃないですか。L1、R1、L2、R2 って。で、この L2、R2 って昔のプレイステーションのコントローラーって、こう、 あの枠の中にねボタンが収まってたんでまあ床に置いてもね別に何の問題もなかったんですけども最近のねやつってあのこの L2R2 がちょっと下にね潜るぐらい大きくなっててボタンが押しやすくなってるんだけどあのコントローラーをこう床に床っていうかテーブルとかに置いた状態でゲーム演出上のあの振動が入ると あのその床の設置面、まあ、テーブルとかの設置面についてるその L2R2 がこうカタ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 ってなって結果あの壊れるっていう事例が実は僕の場合ありましてあの要はまあ持ってればいいんだろうけど結構長い演出あるじゃないですかあのゲームの中には長い演出だったらちょっと疲れてコントローラーちょっとポッと置いてこうね 眺めてたらコントロールがカタカタカタって揺れてこう驚くみたいなのがあってでそういう時に結構ねその LR がダメージを受けてで気がつくとこの LR がね押しっぱなし状態になってるっていう壊れ方を何度かしてるんですよね <laughs> なのでちょっとねあのまあそれは個人的には設計ミスのね類だと思ってるんですけどもそういうのがありましたであとちょっと遡るとあの セガサターンのマルコン。セガサターンのマルコンも LR がちょっとこうね、あの、まあ、こう、グニュってなるような感じだったかな。だからちょっとやっぱり置くと床に設置するかなんかで、ちょっと乱暴にね、あの、テーブルとかにボンと置いちゃったりすると、しちゃったせいで、やっぱり押されっぱなしの状態みたいになっちゃってね、あの、以後、あの、気持ちよく操作できなくなって、あの、しょうもなくなった、どうしようもなくなったっていうことはありましたね。だから、まあ、そういう使って、 壊れている時の壊れ方っていうのはあの他のゲーム機では見られたんだけどまあただ初期不良じゃないんだけどなんか使ってすぐにこうぶっ壊れたっていうかなんか変な動きするっていうのは何となくこうスイッチの時が初体験スイッチの,そのジョイコンが初体験かなというところでしたただちょっと家庭用ゲーム機以外に行くとその パソコンのね、ゲーム機のコントローラーになると、ちょっとそんなにこう、ゲームハードメーカーが出すコントローラーとはまた違って、いろいろあるんで、なんだろう、こう、えっ、ー、と、フライト系のゲーム用のレバーみたいな、ちょっとこう、ぐにゅぐにゅとこう動かせるようなやつ、ああいうタイプのコントローラーの場合、結構真ん中合わせが難しかったんですよね。 あの64なんかでもあの 3D スティックアナログスティックがちょっと傾けた状態とかでゲーム起動しちゃうとそのキャリブレーションのこ合わなくてでもう一回こう電源離した状態で真ん中あの電源入れ直すとちゃんとセンターが整うんだけど倒した状態で電源入れるとその倒した状態がセンターだと思われてこう戻した時にこう上にブンっていっちゃうとかねなんかそういうズレがあったんですけども。あの パソコンのこの結構グイュグニ動かせるようなアナログスティックの場合、アナログでもないのかな。まあまあそういうスティックの場合って、このいわゆるカチッと真ん中に留まるっていうことがないから必ずどっちかにこう傾いてるんですよ。で、そうすると結局このセンタリングした状態から傾けた状態っていうのがこうね、物を動かすときのこの初期、あの移動の距離にもなるから だからちょっと傾けた状態例えば下に傾いちゃった場合上にガッと入れる時が一番こう可動が多くなるで逆に下に入れるとあんまり動かなくなるみたいなね <laughs> ことがあって結構面倒くさくてだからその時にね初めてねあコン,コントローラーってやっぱりこう十字ボタンっていうかあの真ん中がカチッと決まってるのがいいあの。 なんだろう、こっちが何も考えないでできるいい状態なんだなっていうふうに把握した記憶があります。はい。で、まあちょっと、ちょっと話が飛んじゃうんだけど、だからその、えー、僕がね、あの、未だにスマホのね、バーチャルコントローラーが馴染まないのが、あれがなんかかっちりしないんですよ、操作してて。で、 まあその一方で、その、えっと、任天堂がね、任天堂 DS を出した時のね、タッチスクリーンにペンっていうのが、意外とこれが、あの、その、なんだ、こう、タッチ操作における誰もが間違えずにかっちりやる操作方法だったなっていうのがあって、まあ、要は、この、まあ、iPad でも何でも、タッチ系のやつっていうのは、まあ、人によって操作変わるじゃないですか。まあ、使い方自由なんで、ただ、その、 その自由すぎるタッチっていう操作をペンを持ってやりましょうって言った Nintendo DS はもうみんなこうやってやるから誰がやっても同じ操作になるわけですよ。まあちょっと略聞の人がいるからそこは厄介なんですけども。まあ作り手もちょっと厄介なんですけど。で、比べるとあの、プレイステーションビータが結構、え、このタッチと十字ボタンっていうかまあレバーとかボタン、あ、レバーじゃないや、まあスティックとかボタンを押させながらタッチさせるゲームっていうのがどうやって持てばいいのか ががなくてこれどれど正だから DS3DS DS はタッチペン使うゲームでたいこう操作がねあの正しい操作が分かるんだけどいまだにねビータはねこのゲームの正解はどれなんだろうって分かんなくなったりするんでまあそういう意味ではその何だろうなこう作り手とユーザー作り手いユーザーが迷わず操作できるコントローラー。 何もしずにできるコントロールとかすごい便利で、で、そこに、こう、誤作動をするのを直すっていうね <laughs>、あの、処理を与えることをしてしまった、あの、ニンテンドのジョイコンっていうのが、なんかニンテンドの設計としてはちょっとこう、まあ時代が変わったって言い方もあるんだけども、なんかちょっとこう設計思想から外れてんのかなっていう思った次第です。はい。まあ、でも、どうなんだろうね、この、 プロコンとかもね、アナログ普通にあったしね。まあ、Wii リモコン、Wii リモコンじゃない、ヌンチャクの方にアナログあったけど、あの、しっかり多分、64の時からと同じで、こう、カチッとこう、センターがしっかりしてたはずなんだけど、なんか、ジョイコンはこう、なんか、ふにゃっとしてるっていうね。ふにゃっとしてるというか、なんか、なんか、センターが収まらないというのか、たなんか、そこら辺がこう、 あのまあ、時代の変化で任天堂の社内基準みたいなのがこう変化してる部分なのかなっていうふうにこう、まあ、思うんですけどまあ深読みなのかな, <laughs> なか個人的にはそういうふうにちょっと思うところがありましたはいまああの記事のことはあんまり全然関係ないんだけどあの誤作動誤動作っていうのは割とねそういうところの,あの任天堂がこう 以前に比べるとそこら辺はあんま気にしなくなった結果だったのかなっていうまあ逆に言うと次の任天堂の新しいゲーム機が出る時のコントローラーでそこのところがかっちりしてくるかかっちりしてこないかってところをこう見極めるっていうのもまあもしかしたらあのその設計思想みたいなところにね 今のがこうフィードバックされるかどうかっていうのもちょっとね楽しみな話題なんだけどただあと何年こうスイッチまだまだいきそうですしねあの釣りっていうのは話聞かないし、まあどうなるんでしょうってところですはいであともう一個ねちょっと話としてあの先日ねあのなんだっけえっ、ー、と日向坂46のあの チャンネルがオープン開局してでなんか先日あのニブちゃんのあのなんだな生配信ゲームプレイの生配信やってたんですよであれ見ててすげえなーと思ったんですよその話をね <laughs> っていうかまあちょっとその話の前置きとして僕はあのちょっと関係ないんだけど食レポっていうのがあ,のあんまり好きじゃないんですよあのワタトらしいって っていうかね、あのいや食べ物を食べてその人たちが美味しそうに満足してる状態が一番いいかなと思っててそこにこう「これは何々の味がどうで何が効いていてどうの?」ってこう語ってるのが本当にそれ美味しいんですかっていうふうに思ってしまうタイプなわけですよ。で あのー、で、僕がね、あの、まあ、ゲーム雑誌とかで、まぁ、あ、ちょっとレビューとか、ね、やったりをするんで、そういう時にはテキストでこう何かやるんだけども、じゃあプレイ動画でね、ゲームをしてる時に、こう、こうプレイした時ながら、ここはこうでこうでって語ってる内容っていうのが、どのぐらいその、ね、この、 食レポートと同じ状態でねあの本当にその面白さを伝えてるかっていうとすごいわざとらしくなるっていう話でまあだから文章化されて読むんだったらまあいいんだけどもそのプレイしながらそこで何かこう語りを入れることっていうのがどのぐらいその面白さを伝えるかっていうところで言うとなんかあのー。 プレイしながらっていうのはちょっとね、あの、プレイしながら、ここはこうでこうでこうでって説明してるのって多分すごいめんどくさい、めんどくさいじゃないな。なんだろう、マッチしてないと思うんですよ。まあ、どちらかというと、その、すでに編集されてる動画を流しながら、で、ここがこうでこうでこうでしょって言ったりとか、まあ、それの動画の方はもう勝手に編集されてんだ、それを、 を流しながら、ただ単に面白さをね、ここはこうでこう面白かったって語ると、まあちょうどいいと思うんですよ。だからそのプレイ動画みたいなところで、こう、面白さっていうのを伝えるのはすごい難しいんだろうなって思ってて、まあ、まあ、これがあんまり僕はプレイ、人のプレイ動画をそんなに見てないところなんです。あ、見てないですか見れないところで、まあ自分自身でどうやったらプレイ動画が こう見てもらえるかで面白いゲームが伝わるかっていうのをわからないんで、まあ、自分でこうとりあえず自分がプレイした状況っていうのをこうアップしてるっていうのをやってるんですけどでニブちゃんのねあの動画を見た時に思ったのがあの子ってこうすごいこう普段からオーバーリアクションの人だからあのそれを見てるだけでなんか面白そうって伝わるんですよ。ああれがねすごいなと思っててあの 結構バラエティ番組とか見てたらなんかオーバーアクションなんか変なオーバーアクションをするっていう印象がすごく強かったんだけどただそれはこうであのそれが演技でやってるかどうかっていうのもあるんだけどまあ僕もねあの子供の頃とかに友達の中にああいうオーバーリアクションの、ね、友達っていうのがいたからまあ多分その人からするとそれが普通のね あのリアクションだったりするんでだからそういう人たちからす,するとあのゲームのプレイの中でこう起きたことを体で表現するっていうのができててなかなかすごいなと思っててねで,でその上でその冷静にこう知識の部分でも語ってたりしててだからああいうね人はすごいこうなんだろうこうプレイ動画的にはすごい人なんだなというふうに実感しました で僕はどうかっていうとあのまずその,あのオーバーリアクションができないっていうのとあと結構基本的にしゃべりは淡々とあのまあふだからねそんなにこの熱,熱っぽくしゃべるって感じのしないからなんかそういうことをやってしまうとわざとらしくなるんで。 まあそれが食レポにつながるんだけど <laughs>、その食レポのわざとらしさみたいなのが出ると嫌だから、あの僕はプレイ動画割と淡々と喋ってたりするんですよ。だからね、なかなかね、これはもう人の特性ってところで難しいんだけど、まあね、こう、やっぱりこう、天性のね人っていうのはいるんだなっていう感じです。はい。でね、その、僕は YouTube 的な話をすると、その、 今どうかわかんないし、僕自身がするのにそこに走ることはないんだけど、迷惑系 YouTuber とかいたじゃないですか。で、その迷惑系 YouTuber って何が問題かっていうと、結局、なんかこうやったことが、 反応に出ると、まあコメントなりなんなりで反応に出るともっと面白いことやろうといった結果暴走してしまうっていうところだと思うんですけどただその迷惑をかけるっていうのが面白いっていうところにねこう飛びついちゃう人はダメだと思うんですけどただ僕は多分淡々とやってるからそこには飛びつかないんだけどだから結局そこにね行っちゃうんでしょうね <laughs> わざとらしいものに行ってしまうっていうまあ食リポのねあの 喋りがねわざとらしいかどうかわかんないんだけどまあとにかくねそのそのなんかこうな面白いとかねおいしいってものっていうのはなんかこうなんか系統立てで喋ってここがこうでっていうよりはその人がプレイしてる状況を見てね面白そうにしてるなって思うのがね一番こうあのいい状態なんじゃないかなと思った次第ですまあ自分がそれをできてるかわかんないしまあできればいいなと思いつつただまあ なんだろう、こう、見られてるような意識をしながらプレイをするぐらいのね、ところで、まあ、今後ね、プレイ動画はやっていこうと思ってますんでね、あの、ご興味のある方はね、見ていただければいいし、あの、このゲームちょっとやってみるといいんじゃないかっていうのがあれば、まあ、教えていただければいいし、ただ、割とこう、皆さんのね、たまに来るコメントを見てると、あの、あの、地雷が多いんですよ。<laughs> あの、僕もゲームソフトをね、1万7000とか持ってたりするから、 あの、多少の、こう、地雷は知ってるんですよ。あの、ゲームにおけるね。いや、それのゲームは、あの、ダメだからっていうのを知ってるから、あの、それを勧められると、うん、それ地雷だからっていう、こう、思ってしまうんあの、なんだろうな、こう、僕がね、誰かにプロデュースされててね、あの、その地雷のゲームを面白いとこう、渡されて、プレイして、わーて、 言ってるものは、ね、こう動画としてできればいいんですけど残念ながらこの僕のチャンネルは僕のワンオペでやってるチャンネルなのであの自分で自分にこうこれ罰ゲーム対応的なことができないわけですよ。それこそやってしまうとバトトラしくなるんでだからちょっっと困ってるんですよ、ねうん、まあだからまあ具体的に何を言ってんだって話をすると先日あのコメント欄でね エルナークのね、えっと、エルナークの秘宝だっけあれが来たりとかね、レディクスとかね、来たりしてるんですけど、いや、あの、それはもう、まあ、エルナークはね、あの、ちょっといろいろと問題のあるゲームっていうのは、あの、まあ、当然、まあ、知ってるというか、あの、僕もプレイして、これはダメだと思ったのもあるんだけど、まあ、正直、僕はあれ、自力で一面クリアでき、一面二面二面一面かな 二面かなまあ結構序盤でねもうこれ以上無理だと思って攻略サイトを見つつももう無理だと思ったねゲームだったりするしレディクスは当時リアルタイムにね普通に自分で買ってプレイしてでこうジャンプローディング そしたら着地できないからまだ戻ってきてローディングみたいなね <laughs>、ことを散々やったから。まあでも今、今やるとちょっとその辺を把握してやると、もしかしたらちょっとは進めるのかなって思いもするんだけど、まあちょっとね、まあその辺もあのディスクシステムの本体のね、修理がうまくいった際に、まあ起動して問題なければ、まあ1時間ぐらいプレイしてもいいのかなっていう気はしてるけど、ただレディクスも、なんだろう、こう、 当時の、ね、ビープとかマイコンベーシックマガジンとか見て結構こうこのパソコン版かなんかの情報を見て憧れてこう買ってこう、ね、あのやられたって感じだったんで <laughs> まあちょっとねまあその辺がちょっとねあの大問題だったりはするんですけどねまあそういう意味であの、まあ、今回プレイ動画今日あたりからアップする予定のイースに関して言うとあの いいですもんね、友達にこう当時、まあ、僕なんかだと家庭用ゲーム機で、まあ、あんまりこうパソコンを持ってる家っていうのがそんなにない時代であでも高校の頃かな高校の頃に、まあ、僕はちょっと親の仕事で親が仕事で98使ってたんで僕もまあそれとちょっと連動できるようにて98を買ってもらってやってたんですけど 割とゲームパソコンというと88だったんですよね。当時の NEC の PC8801 だったんですね。で、友達家に行ったら、そのイースのね、あの、オープニングっていうかデモなのかな。あの、1枚絵のこう、綺麗な絵を散々見せられて、<laughs> あの、おーって思ったけど、まあ、ファミコン版はちょっとそれとは違うんだよねってところがあって、まあ、なんだろう、こう、当時の こうパソコンに憧れたけどファミコンやるとどうかなっていう部分っていうのがまあいろいろとあるんでまあちょっとイースの方はねあの僕がどんな風になるかっていうのはちょっとそれはそれであのちょっと見ていただければなと思ってますまあ、ちょっとそういう意味ではあのファミコンのゲームもこうファミコンに限らずねまあちょっと僕はあのいろいろと興味の範囲でやって でのによってこう見られたり見られてなかったりっていうのはあるんでですけどもまあなんかこう折り合いがつけば要望していただいたものと折り合いがつけばいろいろねこうプレイをするなりちょっといろいろとそれに関する知識なりなんかの動画もまた作っていければいいかなと思ってますので是非ねあのまあご意見まあどの動画にねコメントいただいても一応目は通してるんであの色々いろいろ頂ければと思います、はい。 で、えっ、ー、と、あとあれか。えっ、ー、と、なんだっけ。えっ、ー、と、謙虚ライオンはわかりません。はい。まあ、とで調べてみるけども、いろいろコメントいただいたんで、謙虚ライオンは調べてみるんだけど、あの、正直僕、あの、マネーの虎見てないんで、 あのマネーの虎に対して全く懐かしいという感じがないのであのなんだろうな多分マネーの虎っていつ,いつぐらいなんだろうあの吉田栄作がなんかあれだよねあのなんか出資者っていうかお金持ってる人に あのお金を出してもらって何か店やるとかそういうような番組ですよね。見てないんですよ。<laughs> うん。だから見てないんで、その番組内のキャラクターってのも全然把握してないので、ちょっとね、真似はできないんですけど、そうそう、真似をできないってい理由ははっきりしてて、あの、その時にね、多分、こう、リアルタイムに何かを見てて、 でそれを面白いとか思ってた人がこうまねするから真似になるんで全くそこ見てない人が今それを見てもその面白いいポイントが分かんないんなですよ、ね <laughs> はい、まあ,あの例えて言えばあのドラクエが面白いからといってドラクエ形式の RPG が面白い は限らなないいみたいなもんで <laughs> あのそういうような感じでね結構こう似たようドラクエと同じシステムのゲームいっぱい出てるけども同じようなシステムのゲーム出てるけどもやっぱ面白くならないじゃないですかはいそういう感じなのでねちょっとあの真似ができるかっていうとちょっとあのその時のね文化とかそこら辺との兼ね合いはちょっと難しいかなというところですはいまあちょっとねあの どうしても真似させたいんだったら、ちょっと、これを、これ、この動画、みたいなのを教えていただければね。というか、真似できないと思えと、モノマネやんないから、はい。<laughs> まあまあ、そんな感じですかね。はい。ということで、ちょっとね、生配信的には、まあ、ちょっとね、本当はここにいろいろと物を置いたりしてやりたかったんですけども、ちょっとまだ、タブレットのね、 たはいいいいけどもいまいちこうなんかよくわかんないんだけどタブレットをほっといたらなんかハードディスクパンパンになってて <laughs> 何も入らないからな処理もうまくいかないっていう状態になって、ね、ちょっとその辺はねまたいろいろと修復しながらいろいろあのこの生配信であの このスマホ1台でここで何か見せるって時にここを動画なり何な,なりをねパソコンでちょっと出せればいいかなと思って、まあ、ちょっと試行錯誤していこうと思ってますので、えー、と今後ともよろしくお願いします。はい、ということで、えー、こ,のこんな感じで、えー、と今日は終わろうと思います。はい、以上、さきかんでした。